今日は2月1日です。昨日もちょっと寒かったけど今日は久しぶりに寒いです。で、屋根から雪が落ちてこんなになって、よっよっこんな感じで登ってかないといけないんですよね。よいしょ。降りるのもちょっと大変です。よっ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 。なんかしょうがないな、むーちゃんのお尻噛んだりしてますわ。吹雪いてきたな。なんかあこっこさんの窓の下妙に乾燥があるんだけど、どういうことかな。先週よりひどいかもですな。先週より気温が低い。いや、 やっぱりパッドがねずれちゃったよ。これダメだな。今度から入れないでもいいかな。もう爪だいぶ伸びてきたかな。さあ日差しが若干日差しが出ていい感じだぞ。この吹雪の中でもチミはゴロンするんだろう。吹雪の中でもゴロンするんだろうきっと。しないのか。ありあり、やっぱりした、やっぱりした。あれ引っ張られた。はいはいはい、帰るか。はい、バウンシャンも動いてるか。帰るよ。はいはい。はい、もういいよそこ、雪ないよ。よし、今日は終わったな。なんか貝場桶中に引き込むからこんなとこまで置かれてるぞ。もう乾物がほぼないぞ。もう風が強いから厩舎の中にも雪が吹き込んできて、おー寒い。先週と同じぐらい天気が悪いけど今日は氷点下でマイナス5度ぐらいかな。まああったかいのも困るんだけど寒いのもねやっぱり嫌だよね。結局なんか雪が待ってるし、今日の方がホワイトアウトしそうな感じ。